おはようございます。小豆島の漁師浜湯です。今日もやってきました、漁師の休日シリーズっていうよりは暴飲暴食動画って言った方が馴染みはあると思うんですが、いつまでも暴飲暴食できないのでこっちで通してます。でちょっとね、とある飲食店さんから頼まれてて網を1枚だけやってるので、それをね先に来りに行ってきますので、ではまどろちゃん、おはよう、おいで、いや、おはよう。よしよしよし、寝てようかな。結局ね、魚が全然いなくて映像はマダラちゃんだけですが、お疲れ様でした。で、今日のメイン食材がよいしょ、いいよ、こちら京都産の天然マガキです。もうこの大きさ見てください、これでっかい、 iPhone11 サイズですね。でこちらの天然マガキなんですが、京都のね漁師 YouTuber のラジュンさんから買わせていただきました。ありがとうございます。でこの数合計101匹、カキちゃん。ほんで当初はこの天然マガキを使ってね、100個食べきるまで暴飲暴食やろうと思ったんですが、こう見てわかる通りめちゃくちゃでかいんで、もう来た瞬間無理だって思いましたんで、食べきるのではなくて100個でやりますという企画でございます。詐欺っぽいね。で作るのが生ガキ、蒸しガキ、かき飯、かきフライは揚げながら、これでやっていきたいと思います。それじゃあ打てよう、始めようか。軽く調理、いやまずこれ普通に剥くんが大変よ、本当に。いやはい、もうねえげつないことになっておりますね。当然お世話になってる松岡さんと、まあ、実家とかにもね食われたいと思います。でとりあえず蒸し器にもうね入るだけ入れていきます。わわわ、皆目入らんで、これ100個無理じゃん。で蓋をして、で適当に火をつけておきます。もうなんかね、あれ減ったっていうぐらいしか減ってないよね。とりあえず40個ぐらい剥いていきます。じゃあ軍手をはめはめ、でこちらの岩ガキですね、岩ガキじゃないマガキ、天然のマガキ。そういえばねちょっとなんですが捕獲シーンがあるので、そちらをどうぞ。はい、それではラジュンさんの天然マガキの捕獲シーンを見ていきましょう。こちら何かの桟橋の下ですかね、柱がたくさん立っております。さあマガキを探す、どれか分かりますか？そうですね、画面中央、これをどうやって取るかというと、むしりと、手でむしり取るんですね。はい、取れました。見事な天然マガキ、大きくて立派です。まあこの時点では中身はほとんどっていうかね、痩せてるそうです。じゃあ他にも天然マガキを探して全部むしり取っていきます。でこのむしり取った天然マガキをこちらの浮き輪に網をつけたものですね、ここにどんどん入れて貯めておきます。はい、で何時間潜ったかは分かりませんが、これだけの大量のマガキが取れました。この天然マガキを一個一個丁寧に、まあ汚れがね、他の小さなカキが他についてるのでそれを取ります。で取れたら1ヶ月間海の中でこのように吊るしておきます。なんで吊るしておくかっていうと、吊るしておくと身入りが良くなるそうです。はい、1ヶ月経つとねこのように茶色い汚れがつくので、これもまた高圧洗浄機できれいに洗って、最後に紫外線殺菌水槽につけて送ってくれました。ありがとうございます。はい、ラジュンさんお疲れ様でした。ありがとうございます。ほんでこちらのね、牡蠣なんですが、まあちょっとねこう見てなんか平たいんじゃねって方のここらにね貝柱があるので、頑張ってねこの入り口を探します。でこの包丁じゃなくて牡蠣を動かす感じで入れていく。もうね養殖マガキとかより全然難しいんです、本当に。なんとなくね僕ぐらいになるとインスピレーションでわかる。よし、でここらの、貝柱をね切ってあげて、で開ける、パカリと。おい、こんなね見事な身パンパンじゃん。でこの貝柱の反対側、
反対側も切って、はい、これでね、取れました。これで1個。 OK、 それじゃあどんどんやっていきます。はい、でとりあえずね45個ぐらい剥きました。で生牡蠣の器にいいやつを15個選択して、でこれ貝殻ですね、ごっつい量。はい、で42個ぐらい剥きました。もう手がねめちゃくちゃしんどい。マジでね大したことないと思うかもしれないんですが、あの養殖無牡蠣よりね全然硬いから、なんか岩牡蠣に近い天然だから、やっぱそこら辺がね強いんでしょうね、あの殻を守る力っていうか。でこの粒の大きさ見事ですね、プリプリで、虫もね、いい感じに蒸されました。はい、じゃあ生牡蠣15個もできました。こんな感じ、すげえ。でめちゃくそ牡蠣を入れた牡蠣飯もセットしておきます。で次牡蠣フライの準備もして、で牡蠣フライの準備もできた。で余った牡蠣はアヒージョ風に。はい、それじゃあ牡蠣飯以外準備ができました。改めましてこちら牡蠣の生牡蠣アヒージョ風味とパカッと蒸し牡蠣。でも朝から何も食べてないんですけどね、もう11時55分、調理に3時間ぐらいかかっちゃいましたね。じゃあいつものこちらに持ち替えてスタートしていきます。で前回から1ヶ月経ちました。ちょうどねダイエット企画を始めたんですけど、痩せてると思いますか？見たら分かりますよね。一応体重測りましょう。もう体重計乗るのが怖いですね。ダイエット始めて1ヶ月。はい。前回 75.8。あ、1キロ痩せてるね。これでも。まあ1キロなんてね、水分量でコロコロ変わるので、もう顔見て分かる通り1ヶ月前から全然痩せてないですね。うん。だって食べまくりだもん。はい、それじゃあちょうどお昼の鐘も鳴っておりますが、やっていきましょう。いただきます。まず1本目、もちろんゴールデンタイム。はい、それでは乾杯。あー、うまい、幸せだ。じゃあまず生牡蠣からいっちゃいましょう。ちょっとレモン絞って、でおポン酢タラタラと。よし、これでいただきます。見事。うん、濃厚にうまい。めちゃくちゃ濃厚でうまいな。やっぱね、岩牡蠣に似てるね、天然真牡蠣の味わいは。うん、で一個一個が天然真牡蠣の 2.5 倍ぐらいの大きさ。あ、養殖真牡蠣の。さすがに100個は食えんね。挑戦せんでよかった。えらい目に遭うとこでした。明日の晩までかかるとこ。じゃあこのアヒージョ風味、たっぷりの油でいただきます。うん、うまっ。これはねペペロンチーノにしたら最強に化けるよ。うわ、腹減っちゃったからうまいわこれ。んで次蒸し牡蠣ですね。よし、じゃあこの巨大蒸し牡蠣開けていこう。蒸し牡蠣は結構ほらもう貝柱がね熱で取れとるから簡単に開く。いくぜ、オープン。おい。楽しい。やっぱり牡蠣食うときは、これですね、軍手。これで貝地ごっこをしながら食っていきたい。ざわざわざわ。でこれもポン酢かけて、でいただきます。うん、プリプリ。ほら、で一個がでかい。切って三等分にしてもええな。うん、うん、残ったポン酢も牡蠣の出汁のポン酢。もうお腹起きてきたで。これまだ1、2、3、4、5個しか食ってないのに。あー、でここでね焼きました。それじゃあ2本目。次はね、こちら、一番搾り、黒生を買ってみました。どんなでしょうね。黒ビールね、一時好きやったんやけど、なんか、コクがやっぱりあれなんで、
あ、黒ビールやっぱ苦手になってますね。なんだろう、この黒ビールっぽいこのコクっていうんですかね、これが僕ちょっとね苦手になってんな。でいつもはね撮影の時一人なんですが、今日はね嫁がおります。まあ出てこないけどね、多分食べてると思う、音はすると思う。はい、じゃあ次はカキフライやっていきます。よいしょ、温度が低い。はい、こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。あ、どうも。じゃあ松岡さん、はい、今日ね、カキ、はい、あれ用意したんで食べてください。ありがとうございます。あ、どうも。すごいな。何、生カキいく？え、でもそれはちょっと一ついっとかないかもしれない。これあの京都の天然マガキ。へえ、めっちゃでかいな。でかいやろ、うん、100個食べ放題しよう、食べきるまで暴飲暴食しようと思ったんやけど無理やと思ってやめた。もう絶対入院するやろこれ100個食べたら。いただきます。すっごいなこれ、口入るん全部。あ、うまい。うまいよね。うん、めっちゃうまい。うん、まあぜひちょっと持って帰ってください。ありがとうございます。え、フライ食っていい？タルタル、はい、あ、タルタル、はい。松岡さん、カキフライ好きやもんね。うん、カキフライごつ好き。ごつ好き。いただきます。うまっ。うまい。うん、これも食う。もう食う。カキフライええな。うん、めっちゃおいしい。松岡さん、めっちゃ結構余ったから、うん、ちょっとお土産に。え、ありがとうございます。こんな感じ。カラムクも大変やで。うわ、でっかいな。はい、じゃあ松岡さん、またゆっくりやりましょう。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、じゃあすいません。じゃあさよなら。松岡さん、用事があるんで帰ります。さよなら。はい、で、カキフライしようとしてたら松岡さん来て、松岡さんとイチャイチャしてたらカキご飯ができました。こんな感じ。すげえ、ものすげえうまそう。うわー、うわ、おこげもいい感じにできてる。ほら、で匂いもね、めちゃくちゃいい。カキのめっちゃいい香りがする。よっしゃ、はい、じゃあうまそうに炊けたんで、まず僕のをつぎます。で、優しい私は嫁のもついておきましょう。これで OK。 んで、ここにネギも入れて、はい、かき飯完成。じゃあいただきます。うん、うめっ。うん、柿の出汁がね、めっちゃ出てて、貝柱もすごいし、うまっ。これめっちゃうめっ。うん、まあ、柿飯、うん、うまいんですけどね、個人的には魚の方が好きかなっていう感じかな。じゃあ改めまして、カキフライも、うん、いい感じですね。5つでかい、ほんまに。よし、じゃあ次はミニミニ銀のやつ。金は取らねえよ。キンキンに冷やしやがる。涙が出る。犯罪的だ。うますぎる。労働のホテルとなんとかのなんとかにビールがなんとか。はい、で、カキも上がりました。カキごっつ飛ぶよね、これ半端ない。はい、こんな感じ。ね、1個揚げたてをこれつけて、松岡さん大絶賛カキフライだらき。じゃあ揚げたてほやほや。うん、うまっ。カキのホテルにはビール。じゃあ次、レモンサワー。
いや、うまい。カキフライ最高です。うん。今ね、カキ10個ぐらい食べてるんですけど、腹9分目です。普通のマガキでもカキ100個全然無理でしたね。やらなくてよかったと思います。まあ、美味しく食ってこそなんぼなんで、時間かけてぼちぼちね、食っていけたらなと思います。その反面、米は入るんですよね。いやー、年齢とともにほんま食えなくなってるわ。こう間に生ガキを挟みつつ、ブレイクタイム。濃い。ちょっとね、生ガキがぬるくなって気持ち悪くなってきたので、冷蔵庫に入れます。いや、今牡蠣をね、この天然真牡蠣、大きいやつ15、6個食ったのかな。もう食べれない。残ったやつは明日以降食べるなり、したいと思います。いやー、来るね、腹に。結構すごかった。でかいしうまかったっす。次は梅シロック行こう。こちらなんかちょっとね、おしゃれな感じの梅酒。ちょっと高い。じゃあこちら。オンザルック。まあもう今んとこあってもないんですけど。まあ開示ごっこは終わりだね。うん。梅々しいな。アルコール 14%、内容量連泊60。ウィスキーなんとかなんとか、フルタルなんとかなんとか。まあなんかうまそうな酒です。うまいっす。夜な夜なエール。それじゃあ夜な夜なエールいただきます。なんかね、この夜な夜なエールがなんかクラフトビールの中で最近僕の一番のお気に入りですね。なんかいいよね、うまい。はい、じゃあ柿フライはとりあえず腐らさないために、柿フライにしておきました。眠いんでとりあえず梅酒を最後に、もう一度寝たいと思います。いや、なんだろうね、最近寝ても疲れが取れなくなってきて、はあ、はい、ちょっとね、眠気がすごいんで、もう毎度のごとく一旦中寝を挟みます。中寝です。おやすみ。はい、今少し前に起きてたんですが、いつもの起きたふりでございます。牡蠣食べてお肌プルプルですね。ムクムクむっちゃん、登場でございます。まあもうムクムクむっちゃん以前に、太りすぎて常にムクムクむっちゃんなんですが、そんなことは気にしないでいきましょう。で、まあ現状どんな感じかというと、まあ嫁も食ったんですが、もうほとんど牡蠣こっちはなくなって、で、いや、これがちょっと、まあ揚げてるんでね、2、3日持ちます。で、蒸し牡蠣がね、ちょっと、あまり売れなくてちょっと残っております。で、飯はもうね、ほとんど、結構食いましたね。3合4合炊いたんですけど、で、生がちょっと残ってるって感じで、まあぼちぼちね、今日の牡蠣はこれぐらいにして、で、今5時ぐらいですね。おはようビールいただきます。じゃあ乾杯。
あうまで、固形燃料に火つけて、で米炊いてきます。はい、でなんかよいしょ、暴飲暴食の時に食ってくださいということで、熊本の肉専門店二郎さんからですね、馬肉をいただきましたんで、これもいただいていきましょう。うまそうだ。でなんかうまそうな2種類、こんな感じで、案件とかじゃなくて僕が食べてくださいっていうのを勝手に紹介してるだけなんですが、一応 URL は概要欄にありますので、ありますとか作っときますので、よろしく。でこのうまそうな肉を切って、出てきた。それじゃあ第2弾スタート、こちらのね、見事な肉を、これ生姜醤油につけて馬刺し汁、寝起きですが全然酒残っております。今夕方5時。これうめうんうん、肉のうまみもすごいし、脂もすっげーって感じで、種類が違うんで、次こっちのなんかより赤身の方、脂が乗ってなさそうな、うん、どっちもうまい。まあトレーニーには断然この脂の少ない方がいいね。すんげー低カロリーで、うん、でいや、いい馬刺しとかほんま久しぶりに食うわ。うん、あーうまい。三振三振やで、お前もういいって、お前最近よくゆとりスタイリストさんのね、あの動画を見てます。はい、じゃあ夕方の鐘は鳴っておりますが、米が炊けました。パカリと、まだだね、パカリと、うまそう。どれどれ、早速ね、この炊きたての、うまい。で炊きたての米をちょっとついで、よし。ほんでこれもね、いただいたやつなんですが、肉次郎さん、肉次郎で合ってたかな、まあいいや、フレークです。でこれを生のままかけて、すげえ生だよこれ、冷凍だよ。で卵黄、よいしょ。でネギと、でここにごま油と、まあ適当にニンニクと生姜でも入れて、でついとったこのタレも入れます。何を入れるの？おー、ドロンドロンやんけ。で、ちょっと醤油も入れて、よし。あとは、完成したらごじゃ混ぜに。どんなやろか。はい、じゃあフレーク丼いただきます。生の馬のフレーク。これうめえ。ごま油とかもいい感じだし、油がとろけだし。まあ、冷凍のまま乗せてってあったんですけど、あったような気がするんですけど、解凍してから乗せた方がいいですね。うん。米がちょっと冷めるんで、せっかくやからなんか熱々でいきたいし。はい、そしたらもう一本ビール。かけ込んで、でビール。でまだ米が残ってるんで、米ついで、でミートボール。ちょっと何言ってるかわからない。明太子、大好き明太子を買ってきました。で明太子でやりたいと思います。まあいろいろね、今までくれた人には申し訳ないんですけど、やっぱり明太子に勝るものがね、ちょっとないというか。ああ、それじゃあいただきます。うまい。
っぱ明太子最高ですね。うん、うん、うはい、そういえばあのハイボールをね作ってないことを思い出しましたんで、よし、で冷凍庫から取り出したのは冷やしたハイボールでね、あのこのハイボールはね凍らないんで冷凍庫でもいけるんですよ。うい、普通はこんなもんです。薄はねなしでお願いします。よいしょ、でソーダ入れてぐるっと、でレモン、できた。でまあ久しくね、お店も行ってないんでちょっと久しぶりに食いしん坊さんでも軽く行こうかなと思います。ああうまい、濃い、普通に濃いで3分の1以上だったし濃い。濃いけどうまい、うん、うまいわ。これぐらいの濃さがいいんかもしれん。多分すぐ飛ぶけどね。いや、あのね、あ、次はこれ山崎のまた梅酒ロックでいこうかな。これもソーダ割にしよっか。これ残った蒸し柿とかはね、あの僕のおばにあげるんですよ。でおばに電話したらなんか、あーごっつ好きやって言ってね、なんか喜んでました。そんなごっつ好きなんやって言ってね、そんなごっつ好きや言われたらね、あの喜んであげたくなりますね。いただきます。うめえ、涙が出る。はい、じゃあちょっとね、あの食いしん坊の方に行きたいと思います。あとは何？はい、じゃあいつもの食いしん坊さんに行きました。レンコンまんじゅう1個、それとおでん、おでん、それとこの鶏肉のやつ、あ、それはね、うん、ジンジャーハイボール、はい、それでお願いします。はい、うん、はい、じゃあいただきます。乾杯。はい、じゃあおでん冷やして、この味染みすぎて溶けちゃった大根、いただきます。うん、うめ。そして手羽先、これうまそうだ。うん、でなんかこれ、道草の新商品レンコンまんじゅう。道草じゃねえわ、食いしん坊だ。レンコンのまんじゅうにあんかけかけたやつ、いただく。うん、超うめえ。じゃあごちそうさまでした。じゃあごちそうさま、ごちそうさまです。ありがとうございます。はい。はい、じゃあここからはね、私一人で、道草さんの方に行きたいと思います。ハラミの塩焼きとレバーと
生ビール。生ビールは中でお願いします。ご飯中一つこっち。梅酒ソーダ割りお願いします。梅酒ソーダ割りお願い。すいません、お味噌で。じゃあすいません、ごちそうさまで。はい、どうもありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。はい、またね。いや、マサルさんとね、セブンの前で1時間半ぐらいね、電話で1時間半電話で喋ってた履歴が残ってて、めっちゃ寒かった、ほんまに。早く帰ろう。話が長いんだよな。俺が。はい、じゃあただいま。で、こんな感じで買ってきました。なんか弁当2つと、なんかこのワインのね、割りみたいな感じでうまそうやなと思って。じゃがりことか。で、道草出てから2時間かかったら電話しよったから、こんな感じで。はい、じゃあ次はこちら。ワインサワー。白。うん、なんかワインのワイン炭酸割りのちょっとレモン果汁が入ったよね。なんか薄い。
もうちょいあの味が濃くなればいいよっていう感じですね。何行こうかな。ちょっとあの牡蠣の生牡蠣をすするか。すするべ。ちょっと生牡蠣をすすります。うん。うん、すんげえでっかい。今こそ別れ目いざさらあぶレッドタイム。すんげえ肌汚くなったら、あの初代ポケモン一人取ると思うけど、石つぶての可愛いでこれこんな感じで石つぶてみたいな。レモンタイム。レモンと赤ワインのレモン一搾り、どっち、うん、こっちの方がうまいな。こっちの方がうまいわ。すごいのはなんか味がない。まずいこのパンチラ食うで。パンチラ、あーなんか最後に出た。あっちぇーちょ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 。でいただきます。あっちぇー。ちょっと肉少ないんじゃないのかこれ。底上げ問題はないなあんまりこういうことに触れてたら消されるかもしれない。いただきます。うん、お米うまい。じゃあの今はね、俺杖っていうねアニメを見てました。俺杖のに慎重すぎる勇者が慎重すぎるみたいな。じゃあ次かしわ餅いただきます。ああかしわ餅うまそう。なあうーんうんうん、次はクリームパスティータ。あ、これ蓋開けたらあかんかったんかな。ぬくめるときは、蓋を点線まで剥がして、ほな、これかけとったらいいんか。かけたまま電子レンジで、こう、ういごな。次は、じゃあまた梅酒に戻ります。カプン氷メッシュ。そうだ、メッシュアイボール。できた。はい、じゃあなんかクリームパスタできました。うまそうだから食ったんだけどな。鮭のクリームパスタというやつや。これはね、あの自分の感想を正直にしか言わんから、うまいと思ったらうまいって言うし、まずかったらまずい。うん、まあ普通やな。うん、普通って言ったけどうまいな。普通にうまい。ただもうちょっと具があってもいいかなっていう感じで、うん、普通にうめえなって感じです。
じゃあまたロックで。いや、あの勇者のアニメを見ながらね、今咳が入ってたし、きついにもほどがあるし、毒が入っているかもしれんからな。毒もの理由が、飛行性の毒も入ってねえよ。もう勝手にしたらいいわ。2、3日で値を上げるって決まって。にわかには信じられんな。さっきのやつがおかしいのでは。実はモンスターだったりとか。普通のそんなわけないし。たとえモンスターでなくても。でしょうか。目に見える情報だけが全てとは限るまい。いや、もっと自分のスキルものすごく強いのよ。だから早速次の町に向かいましょう。えぇ、ー、ごめん。きっとそうなのね。勇者様、私、魔王軍。やばい。もう俺片目つぶりでしたらもうダメですね。片目つぶりでしたらもう酔ってる。いつでも寝れる。で半分のハイボール。いつもの起きたふりですね。もう5分前に起きてました。なんかもう記憶なくすまで飲むっていうのがねできなくなってね、勝手に制御がかかるようになりましたね。大人になりました。過去一顔パンパンじゃないか。それでは今日も見ていきましょう。洗い物大変だこれ。まずこんな感じで、まあ散らかり具合です。でこっちもこんな感じでたくさん散らかっております。頑張って洗い物します。今日は頭痛くないしけど、まあなんとか活動できそうです。うまい。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。まあ次とかね、高松とかの回転寿司とか焼肉とかに行けたらいいなって思ってます。で概要欄にラジューさんのチャンネル、肉の二郎さんの、まあ、概要欄とかに貼っておきますのでよろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。 See you next time. Bye. 気持ち悪い。